入れるんですかこれ。絶対入れる。え、ミルク絶対入れる。まあ、本当はミルクじゃないらしいけどね、これ。ああ、違う、油らしいの。あ、けど入れる。僕の油気持ち悪いな。気持ち悪いな。まあ、ホットコーヒーは何も入れんでも飲めるけど、アイスは入れんと飲めない。ああ、砂糖は入れないですか。砂糖は入れない。おお、ミルクだけ。うん、なんでやろうか、ホットはいけるの。アイスコーヒーの M 頼んで、うん、これを2つもらう。2つまで2つもらう。あ、2つもらう。で、兄ちゃんはもうそれを覚えておけ、うん、ミルク2個ですよねってよく言われる。それで焦がせしてもらう。いや、知らん知らん、そんなのじゃん。よく来る、よく来る人。焦がせし、焦がせして。いや、知らんって、そんなの絶対知らんって。サッカーファンは知ってますよ。さあ、どうなるでしょうか。ぷいっぷいっ。やる気じゃないやん。え、格好が。いやいや、もうやる気ですよ。何その格好。おはようございます。いやいや、何しよう。レジェンド。格好何、ボール蹴る格好じゃないやん。すいません。これで蹴ると。これで蹴りますよ。いつもこれで蹴ってますよ。ダメですか。もう見るとこが違う。じゃあ今日は何しようの。誠司さんに密着取材。っていうか、もう息上がってきましたよ。なんで動いてないやん。全然動かないです。動けない。うわ。こんなにボール今日は持ってきていただけたんですよ。なのにすぐバテました。そんなもんだ。体力落ちていくよ。今見てるのはウィキペディアなんですよ。これ自分で見たことあります？いや、あるよ。ある。いや、そんなしょっちゅう見ないよ。しょっちゅう見ないよ。まず5月で1979年8月7日。福岡県大川出身の元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションはミッドフィルダー。元サッカー選手の古賀正弘さんは実の来歴。第76回高校選手権の優勝メンバー。これ2回優勝しませんでしたっけ。あ、俺のそこ下へ。下へ。あ、だから東が2連覇って言ってます。うん、そう。誠司さんが3年の時と卒業した後に。そうそうそう。ああ、そういうことか。AFC ユース選手権1998の日本代表にもとしても活躍した。これ活躍したって感じで活躍したんですか。もうしてないんだ。してない。してなくかは分からない。いやね、自分の口からはね。フィリップ・トミシへ監督就任後のユース代表にも呼ばれていたが、1999 FIFA ワールドユース選手権のメンバーには選ばれなかった。この前にトルシエに変わったで、アンダー22とかの代表にトルシエになっては入ったんです。はいはいはい。2つ上ぐらいの代表、うんうん、2学年で言った。おーおー。でその後にアンダー19、俺らの同世代、フランス遠征、フランスとアフリカ。おお。嬉しいぞ。飛行機乗ったことあるんですか。あるわ。フランス行って、初っ端の練習試合、フランスのチーム、うん、クラブチーム、うん、で試合して、で前半終わってハーフタイムで俺めっちゃ疲れた時、こんなのあったの。トルシエがなんか言われても、こんなのあったらもう交代。いつもの劇場がなんか これ始まった。いや、そこまでなかったけど、違う違う、そうもう交代だみたいな感じなんです。おう。でそこからもう、全然で、ハーフされた、それだぞ。なんか、いや、なんか取締役さんは分かんないと僕全然知らないですけど、なんかすごい極端な感じは受けますよね。極端な感じ、なんかこう、いや、めっちゃ熱いよ。いや、激しい、熱い、めっちゃ激しいし、うんうん、誰かとも喧嘩しない、誰かとも喧嘩。俺喧嘩はしてないよ、別に、うん、なんかこの前中で見ますよ、取締役さんと。誰したかな。取締役さんはこの熱い人間が好きなんですかね。自分が熱いから、 かもね、うん、ね、かもしれないね。そういう人間好きかもね。
でもなんかもったいないですよね、いろんな人がいて。まあ、しょうがないよね、やっぱ代表でもチームでもやっぱ監督によって変わるけんね、変わる人は。まあ、監督変わっても出続ける選手がもちろんいい選手と思うよ。そうなれたらよかったなと思うけどね、自分で。いや、それなんか、なんですか、それ自分が幼稚かったのか、幼稚、いや、俺はね、信念があったのか、というか自分のスタイルがあったのか。というか、トルシエの時は、まあ、そういうことがあったけど、俺はもう特定のプレースタイルしかできない。監督で合わせきない。監督がもっとこうしろっつってもなかなかできない。じゃあさっき言ったハーフタイムの時にこんなに、あれはいや、あれはめちゃ疲れとった。疲れとったでしょ。いや、全然めちゃ疲れとった。いや、守備戦でいいって言われてたよ。はいはい、で俺左でガンガン行けばいいみたいな、でもなんかやたら攻められてたよ、そっちから、はい、じゃあ下がった方がいいやろと思って結構下がりやったんや、めっちゃ疲れたんや。それ下がれっていう指示がなくて下がってたの、まあ、やられよったっけね、そっちから、やられた気がしよったっけ、いや、それでその後一切音沙汰がない、まあ、だけどその後アフリカとか行って、まあベンチやったりするよね、ベンチ。もうそこから全然使われない。ずっとベンチ、練習試合とかね。なんとなく覚えとるのはそこでも選手交代とかしていく。その時に、多分トルシエがパッと見た時に多分、まあ俺だけなのかどうか知らんけど、何も動いてなかったら一緒みたいな。それはそういう時もあるよ。はいはい、試合見てね。で、それがなんか印象が悪かったのか。なんとなく俺そんな覚えとるよね。パッて言ってほしい、こっち見たとき、なんか覚えとる。やばい。そういうのもあるよね。と、自分では思っと。本当は分からない。いや、プロでもやっぱそういうところがね、あるんですね。監督によってね、本当。だけど、周りの住んでるね。俺の一個下で、まだプロ入って、2年目とかそんなやったことない、そんな上手くない、まあ誰が見てもって言っちゃ悪いけど、けどメンバーに入ってて、試合にもまあ多少出たりとか、なんでこいつが出るんだよ。でもそいつは練習終わってから結構一人で練習とか結構しょったりしょったやつなんで、そういうのを見て、あ、こいつ頑張ってるなで入れる監督もおる、プロでも、ね、まあまあ難しいですね。実力が一番やけど、だけじゃないっていうところもある。そっか、いや、なんか僕はプロってのはもう実力でいいと思うんですけど、飛び抜けた実力があればそれだけでいい。そうじゃなかったら、ちょっとでも態度悪くても、こう実力がちょっとでも弱いったらこっち出したりしないの。ちょっとぐらいだったらでも分からないの、とても可愛いけど。っていう監督もおると思う。あ、人間やからね。まあ、どこまで行ってもそういうことですけどね。俺はもう青春の時は監督に媚びたりするのとか嫌いやったからね、そういうことは一切してこないんだけど、まあ辞めた後は、ああそういうのも大事だったのかなとは若干思うけど、その時試合出とったらまたなんか変わったかもしれないし、いや、コビ売るって例えばコビとまでは言わんけどね、ちょっとにっこりしてみたい。そうね、それでいいと思うんですけどね。やっぱそれも評価に入るんですね。ね、監督による。高校生とかだったら分かるんですけどね。監督か。で、今逆にそう、でも、かといってみると俺監督のせいにしようわけじゃないよ。いやいや、わかりますよ。だから俺が合わせきらんやったって言うと、自分のせいって言うと自分の次第や。指導者という立場からっていうのもちょっと聞いてみたいですね。まあこう、指導されてて、で、高校卒業後、横浜マリノスに入団。これ、やっぱ、念願の。
こもる。ほら、増えと増えとれない。お電話さんね、これ。多分、これ俺よ。フリーキック入れた後よ。なんちゃらの左やろ、絶対。そんな自分グイグイ出す派でしたっけ。じゃあ、かわいい。かわいいかね。かわいい。お電話さん全然変わんないですよね。それに対して、お、かわいい。ほら、ああ、マジこれワンセプラの簡単そうですけどね。簡単やろ。あ、なるほど、ちょっと伝えようになる。